後期2600年奉祝曲、後期2600年奉祝曲、後期2600年奉祝曲は、西暦1940年、昭和15年にあたる日本の紀元2600年を祝うために作曲された数々の曲である。主に欧米各国に移植した曲だが、日本国内において、同様の目的で作曲された曲も含む、1940年、 昭和15年が後期2600年にあたることから、これを祝うためのイベントの一つとして、演奏会が企画された。具体的には、恩師財団期限2600年報酬会、1937年、昭和12年7月日創設、総裁、七部宮洋人志新郎、副総裁、この絵踏みまろ、会長、徳川家里と、内閣2600年記念祝典事務局が、 考案した計画に基づくもので、我が国と友好の厚い数カ国から音楽で祝いたいと言ってきたとの意向が、報酬会に伝えられたのが企画の発端であった。その後、外務省、関係国大使の圧旋などもあり、企画は順調に進んでいったが、肝心の報酬会に音楽に精通した人間がいなかったことから、急遽音楽家やヨック、現、NHK の洋楽担当者などが、 奉祝会のスタッフに名を連ねることになった。各国から送られてくる楽譜の構成は、山本直忠、山本直住の父が当たり、この演奏会のために特別に結成される、紀元2600年奉祝公共楽団の下ごしらえには、斉藤秀夫が当たることになった。作曲の依頼を行った国は、以下の6カ国である。アメリカを除く5カ国から、以下の作曲家に依頼され、 曲が提供された。1940年、昭和15年5月9日、まずベレッシュの曲がハンガリーから帰国してきた、初期官によって届けられた。続いて、アール・シュトラウスの曲が、6月11日に、ベルリンの日本大使館でシュトラウから中ドイツ大使、クルス・サブローに手渡された後、7月19日に到着した、ただし、オリジナルでなく写真製版されたもの。 同日、イベールの曲も到着し、それと前後して、ピツェッティの曲も届いた。しかし、ブリテンのシンホニアダ・レクイエムは、到着が大いに遅れた。その上、日本の起源2600年を祝う場にふさわしくない、という理由で物議を醸し、シャフが間に合わないうちに、イギリスが適正国家になったので、結局ブリテンの名は消え、作品は演奏されなかった。 移植料の支払いは行われている。なお、ブリテンの作品に関しては、従来から、レクイエムの名を冠したことなどについて様々なことが言われてきているが、この曲の成立には、ブリテンの個人事情も絡んでおり、事情は複雑である。詳細は、シンホニアだレクイエム作曲の経緯参照。少なくとも一部資料に見られる、返却は行われていない。 練習は10月12日から2ヶ月にわたって30回も行われたが、オーケストラの規模が大きすぎて、音を合わせることすらあまりうまくはいかなかったようである。そういう観点で、ブリテンを外したのは、方がないという見方もある。1940年、昭和15年12月7日8日に、東京の歌舞伎座において、松岡洋介ら来賓向けの招待演奏会が行われ、 以下の指揮者により演奏された。演奏会は続いて12月14日と15日に一般向けの演奏会が12月26日と27日には大阪歌舞伎座で一般向け演奏会が開かれた。その合間を縫って12月18日と19日には放送会館第一スタジオから全国奏された18日イベール・ベレッシュ19日ピツェッティ アール・シュトラウス。演奏はすべて紀元2600年、宝粛公共楽団。このオーケストラは新公共楽団、現、NHK 公共楽団、中央公共楽団、現、東京フィルハーモニー公共楽団、東京放送還元楽団、区内小学部、現、区内庁式部職学部、東京音楽学校、現、東京芸術大学音楽学部。 星桜水槽楽団の6演奏団体のメンバー総勢164名演奏会によって1人抜けたらしく163名とする本もあるからなり学院編成は以下の通りであった164名説によるなお資料によっては7団体とするものもあるがその場合に勘定される日本放送公共楽団は新京がラジオ出演する際に名乗る名称であり 新疆と同一団体であるので、ここでは6団体とした。スタジオ録音された SP レコード、印刷された楽譜と共に作曲者に送られた。また、織物なども送ったようであるが、積んだ船が撃沈されたらしく、結局届かなかったという。リハルト・シュトラウスは当時寺の金を集めていて、作曲料の代わりに、それを送り、喜ばれた。日本国内でも、 紀元2600年を祝う曲が作られ、演奏された。すでに前年の1939年、昭和14年には、新京が主催して、紀元2600年を祝う、還元楽曲を公募し、14作品の応募があったが、審査員の新寺、清諸井三郎、ヨーゼフ・ローゼンシュトック他の審査の結果当選なしとなった。その他、日本中央文化連盟などが、 放祝曲を募集し、いくつかの演奏会で披露された。演奏会の翌年の1941年、昭和16年に、放送録音分の録音がコロンビアから13枚組の SP 版として発売された。また、同年には、R ・シュトラウス自身が2600年祝典曲を敷き、録音したレコードがポリドールから発売された。 これらのレコードは CD にも復刻されているコロンビア版ロームミュージックファンデーションしか2007年平成19年発売の日本 SP 名版復刻選手3で全曲が発売されたコロンビア山田式ベル防海属版フェルマー式シスシトラウスポリドール版ドイツグラモフォン報祝曲の演奏史をたどるのはあまり容易ではない シュトラウスの曲のヨーロッパ初演は1941年、昭和16年10月27日に、シュトットガルトにおいて、ヘルマン・アルベルトの指揮によって行われた。1942年、昭和17年1月には、シュトラウスの演席であるルドルフ・モラルト、式ウィーン交響楽団によって、ウィーン初演された。また、イベールの曲は初演前後に一旦紛失したものの、メモを参考に書き直し、 1942年、昭和17年に1月24日に、シャルル・ミューン主式のパリ音楽院管弦楽団によって、ヨーロッパ初演が行われいる。演奏を拒否された、ブリテンの曲は1941年、昭和16年3月にニューヨークフィルハーモニックの演奏会で初演された。1945年、昭和20年の日本の敗戦とその後の情勢の変化により、報縮曲、 ブリテン作品も含むの運命も変化することになった。宝酬曲そのものは、宝酬界の更新団体である、光加会から、東京芸術大学図書館、ソフと NHK、パートフに寄贈された。また、シュトラウスの曲は判明しているだけでも20世紀中には、少なくと日本では5回演奏されたようである。1955年、昭和30年、1958年、 昭和33年、N 教、1988年、昭和63年、読売日本交響楽団、1999年、平成11年から2000年、平成12年、仙台フィルーモニー還元楽団。仙台フィルは、同年の海外公演でも取り上げている。また、ウラディ・ミルア・シュケナー知式、チェコフィルハーモニー還元楽団によって、 同曲のデジタルによる初、レコーイングが1998年、平成10年に行われ、2007年、平成19年1月26日に、作土として、エクストンレーベルからリリースされた。日本における21世紀初の演奏は、2009年、平成21年6月21日、東京フィルハーモニー交響楽団による、 第40回午後のコンサートでの上演である。指揮は大町洋一郎で、打楽器はタイ語音具が使用された。ブリテンの曲は、1956年、昭和31年2月18日に、ブリテン自身の指揮で N 教によって日本初演された。ベレッシュの公共曲は2002年、平成14年になって、久しぶりに録音が行われた。イベールの曲は、 比較的演奏や録音される機会が多い、ジャン・マルティノニアサワやリ・ヒロシラによる録音がある。ピツェッティの公共曲は、1959年、昭和34年1月12日日比谷公会堂に、おける、東京フルハーモニー公共楽団第48回定期演奏会で、アルベルト・レオーネ式により再演された。その後しばらく演奏がなかったが、2016年、 平成28年2月14日、東京、清井ホールにおける、オーケスラ日本二課第28回演奏会で、安倍かなこ式により演奏されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。